どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はこちら、じゃん、はい、ダイソーで買ってまいりました、 R30 ボックス、 R30 ボックスでございます。はい、これやっと見つかったと。私なりに、もうすでにご存知の方もいらっしゃるのかもしれないですが、私はこれにビビビッときまして、この間ダイソーに行った時にですね、あ、これだったらいけるんじゃないかと思って買ってみたというか、一回この 36.5×26×8 というのが書いてあるんですが、これをですね記録して、家に帰って Nボックスに合わせてみたらズバリいけましたので、まあ、ご存知の方もいらっしゃるのかもしれませんが、私としては大発見でございましたので、今回はそれをお知らせさせていただきます。はいはい。でこれが何が嬉しいのかと言いますと、まあ、お察しの方はお察し、お分かりの方はお分かり、お察しさせ、お察ししていただいていると思うんですけれども、はい、こちらでございます。ちょっと行ってみます。はい、こちらですね。ちょっと見えないからこっち上げましょうか。見えてますかね。ちょっと光が当たってるかもしれませんけれども、このボックスですね、実はこれをですね、最初ですね、このフロント席の下ですね、ここに入れようと思ってですね、入れようと思ったら、はい、以前にこれご紹介したんですが、こちら、買ってきましたよ、またまたダイソーで。ただしこれ蓋100円、下のところ運ぶが100円の200円の箱です。そしてダッシュボードを開けて車検証をこの箱に入れます。車検証入れですね。でこのダッシュボードは何かにまた使いたいですよね。これあるとちょっと便利なので。そしてこれは蓋をして、そして助手席の下へ入れると。入れますよ。あれあれあれ、入らへん、入らへん。なんでなんで、おかしい、引っかかってるな。どうでしょう。あら、何このバー、ここに柱ついてますやん。この高さじゃないとダメだった。このバーの分だけで生きると思ってた。初歩的なミス。初歩的なミスということで、これ入らない。何が邪魔してるのか言いますと、ちょっと紐ちょっと引っ張って、はい、私ね、最初見えますかね、この高ささえあればいいと思ってしまったんですよね。まあ、これを引き上げるぐらいのこのレバーだ、こんだけあればいいなと思ってたんですけど、これよく中を見てみますと、ここにバーが1個ついてるんですよね。ここにだから、この高さじゃないとまずダメなんですよ。この高さでないとダメだということに気づくわけです。でここに管が1本ついてるんですよね。だから幅も、まあこれはね、分かってたんですけど、分かってなかったかな、ここの範囲内じゃないとダメということになって、実際こちらが入らなかったということになります。で仕方がないんで、後ろから収納してやるとですね、一応今の段階ですとね、割とちゃんと収まってるように見えるんですけど、
これ前席今一番後ろなんで、これを前まで多少ある程度引いてあげますと、まあ若干やっぱ出ちゃうんですよねこれ。はい。でまあここに足も入れられなくなるしっていうのもあるんで、結構出てるというので、まあ当面これを使ってはいたんですけども、ちょっと気に入らないと。でいろいろ探してて、まあ蓋がなければいろいろあるんでしょうけど、蓋付きで入るやつがないかということで、今回見つけたのがこちらで、この36.5×26×8 というのがいけるんじゃないかということで、ちょっとやってみたいと思いますけれども、はい。これで入れますよ。あ、これ今、これが入ってるからダメですけど。はい、これ取りますね。で、これ、いますね。はい。おい、入りました。はい、入りましたよ。十分入りますね。で、まあ、このぐらいです。ということなんですよ。まあ、これだけのことなんですが、これが非常にいいなと。で、まあ、よく言われてるのが、ここですね。ここを、これですね。車検証入れ。これを入れてしまうと、もう、ほとんど埋まっちゃって使えないということなんで、まあ、ここに他に入れるところがないかっていうのは、よく Nボックスで言われるところなんで、これになると、まあ、この、助手席の、しかも前側から入れれるということになります。で、これとこれ比べると、まあ、ほぼね、ほぼ、幅は同じぐらい。で、こっちの幅もまあほぼ同じぐらいな感じなんですが、まあ、いかんせん高さだけは初歩的なミスということで、まあ、これぐらい違うというふうになりますね。はい。なのでまあ収納力はやや落ちますが、こちらに、まあ、せっかくなんでちょっと映してみたいと思いますが、あんまり大したものが入ってないんですけどね。これはカーメイトさんの鏡ですね。まあ、今、デジタルミラーにしてるんで、まあ、いざという時にはすぐ使えるようにしてる。それから、シガーソケットの分泌器と、あと、まあ、これなんかは、ここに入れてていいのか問題はあるんですけど、まあ、とりあえず入れております。今、両面テープと、から軍手ですね。軍手。からこう、ちょっとしたもん、まだ他にも、せっかくなんですけど、なんかいろいろ入ってます。ティッシュとか、メジャーとかですね。なんか入ってます。はい。で、あと、はい、これがナンバー隠し。いざって時いつもナンバー隠し使えるように入れております。なんかおかしいね、これ。はい。あと、このタオルですね。から、軍手と。ちょっと入れまして、ちょっと小ざわですけど、これを入れまして、まあ、なんとかギリギリ入る感じですね。で、これで蓋をするということになりました。ちょっとバタバタしてくれます。ですので、もうこれを、はい、こちらへ、このまま、シュッと、こう入れてやればいいと、いうことになりますね。はい。そうすると、こんな感じ。ちょっと、泣いてるけど。はい。こんな感じになります。ただですね、これ多分ずれるかなと。ちょっとスベスベしているんで、ここなんか両面テープ、マジックテープみたいなのつけとく方がいいかもしれないですね。ちょっとここは考えどころですが、とりあえず、前から、引き出せるようになりました。はい。
ということで、もう一回こっちから見ますけども、はい。こっちからですね、はい、こうやって出せるようになりました。結構便利かなと思います。これ。はい。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それでは、また。